東海道。古代より都と東国を結ぶ街道です。そして鎌倉時代には重要な幹線道路となり、江戸時代になると徳川家康の命により五街道の一つとして整備されました。天馬制度が制定され、一里塚や宿場も整備され、江戸から京都までの間に品川宿から大津宿まで53の宿場が設けられました。四日市にも東海道が通っています。大谷地区から宇都部地区までおよそ17キロの距離です。そして四日市は江戸から43番目の宿場町として栄えました。今回のチャンネル四日市は東海道を行くと題して4回シリーズでご紹介していきます。江戸から京へ向かうように東海道を北から南へと歩いていきましょう。こちらの多賀大社の常夜灯から四日市の東海道がスタートします。さて、この東海道を行くのナビゲートをしてくれるのがこちら、博物館の広瀬さんです。広瀬さん、四日市の東海道の見どころはどこですか？そうですね、まずこの北のあたりは、もともと農家が多かったところなので、東海道の街並みというのが、四日市やあるいは日永、あちらの方とは少し違った、趣になっているんですね。開いた本を伏せたような切り妻屋根、その三角形になった屋根の側面が道路に面しているのを妻入り、屋根の長辺が面しているのを平入りと言います。四日市市内の北側の東海道では妻入りが多く、南側では平入りが多くなるんだそうです。こちらの、街並みを見ていただくと、家の、並び方が、等間隔にほぼ同じような流れで立ち並んでいると思うんですけれども、まずは、東海道が南北に通っているということが一つ、そしてその南北に通った東海道に対して、この辺りの、家がみんな、農家をやっていた。で、農家というのは必ず、庭で農作業をするという、そういうスペースがいるんですけれども、その農作業をするスペースというのはだいたい家の南側の、前にこう作るんですね。でそういうふうな形を取ると、家があり、南に庭がある、そして隣の家があり、また南に庭がある、そういうふうな並び方になるんですね。舞田にやってきました。この辺りは、昔からそうめんの産地として知られているんです。大谷地区のそうめん作り、今でも大谷地手延べそうめんとして有名ですね。この地域のそうめん作りは幕末の頃から農閑期の副業として作られ始め、三重の糸、伊勢そうめんと呼ばれ栄えたそうです。大谷地の手延べそうめんは四日市の特産品として今に受け継がれています。東海道をたどって進むと、鏡ヶ池跡という看板と石碑があります。広瀬さん、鏡ヶ池跡というのはどういう場所なんですか？はい、この鏡ヶ池は聖武天皇が伊勢の国を行幸した時に、この辺りを通って、その天皇の傘が風で飛ばされたそうなんです。その傘をこの村の娘が拾い、それが縁で天皇がその娘の家に宿泊をした。でその、翌日に家を旅立つ時にその見送った、その姿が、天皇と娘の姿が、この池に映って、非常にそれが、鏡のようだったということで、鏡ヶ池というふうに、伝えられている、そういう場所なんです。聖武天皇にゆかりのある場所は、鏡ヶ池跡だけではないんです。
こちらの聖武天皇社、ここは万葉集に歌われた芋に濃い阿賀の松原見渡せば潮干の方に多ず泣き渡るという聖武天皇が歌を詠んだ地とされていて、鎌倉時代に聖武天皇社という神社が建てられた場所なんです。聖武天皇社は夏になると松原の石取り祭りが行われる場所なんです。聖武天皇と四日市ってこんなところでつながりがあったんですね。石取り祭りは取手神社でも行われていますが、こちらの取手神社も歴史的な言われがあるんです。ヤマトタケルが亡くなり白鳥になって飛び立った際、この場所で休憩し再び飛び立ったと言われていて、そのことから取手神社という名前が付けられたそうです。日本最古の歴史書である古事記に登場するヤマトタケル、そんな古くからゆかりがあるなんて、改めて四日市は歴史ある土地なんですね。再び東海道に戻りましょう。近鉄名古屋線と東海道が交差するあたりに石碑があります。それが富田の一里塚跡。一里はおよそ4km、江戸時代街道に沿って一里ごとに作られました。一里塚を目安に当時の人たちは旅をしていたんです。市内には、4カ所一里塚があるんですけれども、この場所は、四日市では、北から最初の、一里塚になります。富田の一里塚というところです。江戸から数えて98里目の、一里塚になります。この一里塚から少し南に行きますと、今度は東富田村というところになります。そこは、愛の宿として、江戸時代には大変にぎわったところなんです。愛の宿というのは、旅人の休憩をする場所として、使われていて、富田では、名物の焼きハマグリが売られていたんです。ハマグリの焼かれて泣くやホトトギス、元禄時代の俳人宝井貴鶴の歌です。貴鶴が富田を訪れた時に焼きハマグリを食べて、その風味をたたえて詠んだ俳句だそうです。ところで皆さんは東海道の総距離がどれぐらいあるかご存知ですか？江戸日本橋から京都三条大橋の間は125里、およそ500キロあります。江戸時代の旅人たちは一日どれぐらいの距離を歩いていたんでしょう。広瀬さん、教えてください。昔の人で、足の丈夫な人というか、男の人とかはだいたい一日に10里ぐらいを歩いたというふうに言われています。今の距離でいうと40キロ近いですから、相当、現代人だとちょっと厳しいぐらいですけれども、旅にかかる経費で一番かかるのが旅籠賃なんです。1日使うお金の半分ぐらいは旅籠賃なんですね。ですから、少しでも、長く歩いて、泊まる回数を減らしていくというのが、まあ、江戸時代の人たちの旅だったんです。なるほど。1日に40キロ近い距離を歩いていたのには、そんな経済的な理由もあったんですね。さて、聖武天皇が訪れ泊まったという四日市、実は飛鳥時代にも天皇が訪れています。それは天武天皇です。天武天皇が天皇に即位する前、大天の皇子と呼ばれていた時に、壬申の乱で兵を集めるために進軍し、この地を訪れています。天武天皇や聖武天皇にも関係してくる歴史的に重要な遺跡だと言われているのが久留米漢画遺跡です。久留米遺跡は弥生時代から室町時代にかけての遺跡。発掘の結果、
奈良時代には伊勢の国浅毛郡の役所だったことが分かりました。久留米漢画遺跡は漢画の全体像や変遷を知ることができ、全国的にも貴重なものだということです。考古学だけでなく、古代史や万葉集の研究にも一石を投じる重要な遺跡として2006年国史跡に指定されました。さてさて、時は戻って江戸、いえ現在の東海道、今でもたくさんの往来があります。その東海道のすぐ近くにあるのが善教寺。信州高田派のこのお寺には国の重要文化財に指定されている阿弥陀如来立像があります。大きさは79センチ、ヒノキ材寄木造りで、目は水晶が入れられた玉眼、全身には漆を塗った上に金箔が押されています。鎌倉時代に作られたとても貴重なものです。善教寺のすぐ前には十四川が通っています。十四川は桜の名所として有名ですね。十四川の桜は川の堤防に沿って両岸におよそ600本が 1.2 キロにわたって植えられています。川幅が狭いこともあって、川を覆うように桜のトンネルができるんですよ。この桜は大正12年に植樹が始まったので、江戸時代やそれ以前の旅人は見ることができませんでしたが、今では富田地区をにぎわせる名所の一つになっています。今回は、四日市市内に残る東海道の、4分の1を歩いてみましたが、古代から近世江戸時代までの歴史の面影の残る東海道、いかがだったでしょうか。皆さんもじっくり、東海道を歩いてみてください。太古の昔から重要な場所だったこの地域、その歴史を今に伝える史跡や後世まで伝えたい祭り、これからも守っていきたい自然がありました。東海道の面影を残す場所も少なくなってきましたが、静かに昔を伝えるかのように残る石碑や常夜灯に目を向けて、かつての街道の姿に思いを馳せてみてはいかがですか。今回のきらり四日市人は、平成17年から四日市観光ボランティアガイドを務めている村田三郎さんです。村田さんは自分の住んでいる地域を勉強したいという思いから観光ボランティアを始め、これまでに300回以上のガイド活動をしています。お客さんの表情や反応に気を配りながら、一方的に話すことはせず、お客さんの興味や疑問に答えるよう心がけているそうです。また村田さんは勉強したことをそのまま話すのではなく、自分の思いや想像を加えて話すようにもしています。最後はお客さん自身が感じること、そのためのヒントを与えるのがガイドの醍醐味だということです。そして一期一会の気持ちでお客さんとの時間を大切にしながらガイドをしていると話していました。そんな村田さんが活躍する四日市観光ボランティアガイドを利用しませんか。一人からでも対応できます。ぜひご利用ください。次回12月11日からのチャンネル四日市は、薬物乱用ダメ絶対をお送りします。次回もご覧ください。